この動画はですね、年末年始、年末2020年ね、最後の動画、のね、撮影した次の日に、撮影しております。どうも、P42 でございます。ということで、じゃあね、オリックスペナントの方をやっていこうと思います。今回っていうのは2022年9月29日ですね。3年目の9月29日の、千葉ロッテとの25回戦のね、動画となっております。はい、ということでですね、まあ、今回やっていくのはですね、シーズン最終戦でございますね。で、まあ、誠に残念なことにですね、オリックスペナント、この回で、最終回ということになります。ねえ。まあ、オリックスペナント、前回の動画の始めがですね、5位で10何ゲーム差ついてたと思うんですけどもね、現在実は頑張ってですね、3位と 0.5 差っていうね、展開にまで実は持っていきました。残り1試合 0.5 差。ね。お前、もしかしたら CS いけんじゃないの？なんで最終回っていうの？っていう話なんですけどもね。まあ、というのもですね、すでに日本ハムの試合が終わっております。はい。で、これだけだったらまだね、今回オリックスが勝てば、ね、0.5 差縮まってね、同率になるんですけれども、同率になった時にですね、勝率が、日本ハムの方が全然高くなるということでね、まあ、勝率が高い方が、確か順位はね、決まると思うんですよ。確かそうだったよね。だから、まあ、ほぼね、4位確定と、もうここに書いてあるんですけどね、4位確定という形でね、まあ、3年目も CS に出れずに終わるという形でね、悲しいことにですね、シーズン終了するという、形になってしまいます。ではね、今回はね、最終回ということで、やっていきましょう。まあ、頑張りましたよ。本当に頑張った。もちろん最終回もね、勝ちに、こだわってね、やっていこうと思います。今日の先発バラですね。というのもですね、今回バラが先発のバラ9勝で、あと1勝すれば10勝、2桁になりますのでね、勝ちにこだわっていこうと思います。そうだね。あと、本田仁美くんが覚醒しましたね。これはでかかったね。まあ、終わりなんだけども。あ、そうだね。あとは、信吉が、上がってきていいピッチングしたりとか、森原さんがノリノリになって、今終わっちゃったんですけどもね、抑えをね、よくやってくれたりとか、結構ね、沢田くんとかもね、中継ぎに結局また戻ってね、頑張ってくれたりとか、結構みんなね、シーズン終盤は本当に、3位日本ハムをね、猛追するかのごとくでね、もう頑張ってくれました。打線なんですけどもね、佐野くんがスランプになりまして、まあ非常にこう悔しいんですけどもね、佐野くんスランプになった時にね、春樹が、なんとね、しっかり1番センターをね、張ってくれたのでね、今回もね、最後春樹で、1番センター行こうと思います。そうだね、あと2番正隆をよくやってましたね。だから本当にこう、今日もね、勝ちにもちろん行くので、ガチ面のオーダーにね、組みたいと思ってますけどもね。いやー、まさかね、いけるかなと思ってね、あれしたんだけど、無理でしたね。日本ハムが試合数がね、少ないことに、試合が終わってることに今気づきまして、ね、4位確定してたっていうね、ちょっと悔しいんですけどね。非常に悔しいんだけど、まあ、しょうがないですね。ということで、最終戦もね、シーズン後半のオーダー、こちらでね、やっていこうと思います。まあ、4番の T とかはね、結構流動的だったんですけどもね。それ以外は、基本こんな感じのオーダーでやっておりました。相手は歩夢ですね。行きましょう。いやー、そういうことね。まあ、最終戦、バラに2桁させてね、最後終わりましょう。ねー、だから、撮影前までは本当はね、それ気づかなくて、4位確定したこと気づかなくて、まだね、これ勝てば CS いけると思ってたんですけど、日本ハム試合終わってて。いやーね、どうしよっかね。ということで、まあ今回はね、この企画で、終わりますということでね。この企画はこれで終わります。長かったですね、結局オリックスペナントも。まあ、この動画の最後はですね、シーズン成績をね、ざっと。振り返っていくっていう動画もね、シーンもね、ちょっと撮ろうかなと思います。年間表彰式も行こうか。さあ行きましょう。まずは試合勝たないとね、気持ちよく最後終わりましょう。頑張って歩き、あ、誰か。そんなこんなですね。このオリックスペナント結局3年間やってね、オリックスペナント OK いいよ、まさかないバッチ。まさか2番をね、後半からやって、本当に状態が良くてですね。CS でも行こうかなと思ったんですけどね。まあいいでしょう。
ね、本当にこうなんて言うんでしょうね。だからこの3年間はね、本当にバッティングに苦しんだ3年間でしたね。オリックスペナントって結構実は自分ね何回もやってて、サバラ頑張ってね、2桁しようぜ。本当にこう何回も結構実はやって、パープルでもプロスピでもやっててね、本当にこう多い回数やってるんだけど、一回もまだ日本一になったことはないんだよね。一番成績残すと日本シリーズで負けたんですよ。プロスピ2019だったかな、確かまだビータでやってた頃にやりまして、それなりにね実は日本シリーズまでは行ったんですけどね、そこから実は負けてしまいましてね。ヤクルトだったかな最後の相手が、まあ日本一になれなかったんですけどね。その他やってもね、なかなかねオリックスは日本一にできないんだね。だから結構悔しいですよね、やっぱり。まあそれぞれねこう年代別にやっぱりいろんな課題があるんですけどね、このね3年間のペナントの課題はこれもバッティングでしかないですから、ピッチャー陣はねやっぱ防御率がね常に1点台ですから、チーム防御率がね、先発なんてほとんど2点台いないですからね。内田さんの素晴らしいよ。そうなんですよ、先発に関してはねほとんど2点台いないですからね。走りますか、義母、いや、あー、いや、走、いや、直し打ち。あー、ダメか。しょうがないね。でもね、やっぱりだからバッティングをね、少し課題で、それをね、こう解消できなかったのかなと、いう感じでございますね。まあね、結構その、今作、パワープロ2020のね、監督プレーはね、打点だ、打点だってね、言われてるらしいんですよ。オッケー、いいね、西野さん、ナイスプレー。素晴らしいね。結構打点らしくて、でもさすがにちょっと打点すぎじゃしねえかなっていうのを感じるんですけどね。ねえ、さすがにちょっと打点すぎよね。打点だって言うけど、これはまあどうなんでしょうね。実際のところプレイヤーの腕って言ってもさ、監督プレーって、その、前まではね、昔までは本当にこう、作戦はめると、基本的に打てたりしたので、それはね、プレイヤーの、まあ、その、作戦はめるっていう、その、行動があったと思うんですけど、今作、どのくらいかな ?8?9 とかそのくらいから、なんかすでにその、作戦はめても打てなくなったりとか、逆に作戦外されても打てたりとかっていうことがね結構増えたので、そこもちょっとプレイヤーの腕じゃなくなってきてるなっていうのも感じてて、本当にこう選手の能力次第だなっていうのがありましてね。だから今回の打点はちょっとね、あまりにも打点すぎるのでね、調整してほしいところがあるんですけど、やっぱなかなかこうね、ああ何か打たれた。コナミ側もね、やっぱり監督プレーってあまりこう、おそらく、やる人が少ないだろうなっていう過程で作ってると思うんですよ、やっぱり。だからこう、なんて言うでしょうね。だからこう、ちょっとあまり調整が入らなかったりとかすると思うんですよね。だからまあ、しょうがないのかなって気はしますけどね。さあ、バラ2失点。まあ、いいでしょう。ここからね、2点はちょっと取れるんですよ、実は最近の予選がね。しっかり頑張って。まあ、大王は結局そのトレードできまして、まあ、成績だけ見るとね、本当に2割ギリギリのラインを打ってるんですけど、ですね、成績以上に実は打ってまして、というのもね、得点圏打率がおそらく4割近いんですよ、大王は。そうなんですよね。だから、そうなんだよね。だから、すごくこう、チャンスで打ってくれるイメージがね、大王はありまして、結構、貢献はしてくれましたね。あとですね、先ほどその、紹介し忘れちゃったんですけど、一応抑えが実はいなくて、このオリックスね、抑えがですね、不在で、バラじゃねえや、内原君とかね、任せたりもしたんですけど、やっぱりどっちも打たれてしまう中で、抑えを補強しようと思ってですね、トレード、そんなんですよね、期限のね、ギリギリのところでですね、お、いいんじゃない、ギリギリ、ナイスプレー。素晴らしい、いいね。ですね、トレード時間ギリギリに、中日の佐藤優君、
そうですね、トレードで金銭トレードで取ったんですけど、彼がねあんまり活躍しなかった。9試合ぐらいの予定の防御率が7点台ぐらいなんですよね。だから今2軍なんですけど、そこら辺もちょっとこうもうちょい早めに抑えね、なんかこうどうにかしとくべきだったなっていうのは感じてますね。ディクソンさんがね1年目で引退しちゃって、増井さんも引退しちゃったんですよね。でまあ元から増井さんを抑えにする気あんまなくて、どちらかといえば1年目は確か抑えが近藤さんに任せてたんですけど、2年目その内原君に任せようと思って、結構その増井さんとか疲れなと思って、むしろこう枠開けるとかの関係で引退してくれるのはありがたいと思ったんですけど、いざこう内原君がですね、やっぱどうしてもねやっぱ慣れてないのもありましてね、ダメだったんですよね。この時のね対処法がね見つけられなかった、代役がね見つけられなくてね、中村恭平さんをね、選手間トレードでね、選手トレードで獲得しようとかもしたんですけど、ちょっと中村恭平さん取れなかったりとか、結構そのことが起きてからのね再補強をしようとしてたので、やっぱそこはちょっとダメだったのかなーっていうのは感じます。さあ、具合を持って歩みに抑えられますね。さあ、まずいね。さあさあさあ、さあバラ頑張ってね。ちょっとまだ勝ちつけたいので、ちょっと今日投げさ多く投げさせたいんですけど、まあ、6回か2失点ですもんね。これ最終戦負けたくねえなー。本当はね、4位確定っていうのを知る前はね、吉野部で行こうと思ってたんですよ、絶対勝ちたいから。だけどそのね、確定じゃない、もうほぼ4位確定ってことを分かったからさ、バラに2桁されて思ってバラ出したんですけどね、やっぱあとこのペラントね、 T がね打たなかったね。結局 T この3年間使ってて打率2割に乗ったこともないし、まあ、規定にも立てないんだけど2割に乗ってもないし2桁も打ってないし、だからすごい T がやっぱね期待外れだったなっていうのがありますね。なんかまあ使い続けなかったのもあるんだけど、2桁はねまあ使い続ければ乗ったんだろうけど、やっぱちょっと目に余るもの、バッティングがあまりにもひどくて、まあそうなんだよね、2年目の交流戦ほとんど三振と内野ゴロしか打ってなかったから、ちょっと T が期待外れでしたね。さあさあ、バラ7回、まあいっか、7回も行かせましょう。ちょっと7回で終わりかな、バラはな。次の表の攻撃で8回表で取ってくれればいいんだけど、2桁無理かな。バラもね、本当に後半チームが勢いに乗ってる時にね、こう2勝ほど2、3勝やっぱしてくれて、今9勝なんですけどね、本当にこうチームが波に乗る前はね、本当にこう4勝 10敗とかそんなこともあったので、やっぱこうまあ防御率はいいんだけど、やっぱもう勝ちがついてこなかったですね、バラはね。吉田とか結構勝ってたんだよね、山岡さんとか2桁してるし、田島さんも別にそんなに借金してるわけでもないからさ。うわすごいね、歩夢今日どうしよう、バラお疲れ様かな。ちょっと球数見て決めますね。あれ本当にこう勝ちうねえなと思ったのバラぐらいですよね。98球か。うわどうしよう、もう1人も行かしてみるか、もうカウントしよう。ピンチ招いたら変えましょう。OK、いいよ、ね、だからバラちょっとこの3年間あんまバラね申し訳なかったなっていうのを感じてますね。こう全然バラに関しては本当に援護がなかったからね。6勝13敗とかもあったし、僕って2点台なのに3点台ちょっと前半かなとかだったのに、そんなこともありましたので、ちょっと申し訳なかったよね、バラにね。さあ、最終回、春樹を持って、ダメか。さあ、次、吉野部だね。吉野部じゃない、間違えた、まさかね。さあ、待って、よーし、よし、まさかね、ダイソーサロケいきますか。あ、そうだね、この、これやっぱこのベランダに育てられたのはやっぱ佐野くんだけかなっていう気がします。佐野くんが本当に今年は頑張ってくれました。走るかい佐野くん、走ろうか。ゴー、よし、29盗塁目素晴らしい。さあ佐野くんが29盗塁目を決め、大王がね得点圏大王見せてよ。
第3球を投げた、空振り。さあ、あと得点圏になると本当に大王ですから、彼はね。頑張って大王。ダメか。さあ、T、ここで見せてくれよ。じゃあこの3年間打てなかったと。ああダメだ。さあ、そういうことで最終ゲームね、負けで終了という形になってしまいました。ね、結構早く終わっちゃったね。もう終完封だもんね。それ早く終わるよ。いやー、まああっさりと終わってしまいましたが、なんだろうね、やっぱ打てないってところがこの3年間を象徴するようなね、試合になってしまいましたね。はい、そんな感じでね、まあシーズン4位という形で、終了でございます。いやー、痛かったね。じゃあちょっとこの後ね、年間表彰式の方、少しこう見ていこうかなと思います。あ、カイダさんが逃げ玉じゃなくなった。佐野くんが回復 B になりましたね。よかったよ。 MVP ね、あ、ビシいいね。西くん、あ、素晴らしい。ブラッシュさん、あれ、打率いかない。2割1分3厘5ホーマー15打点でなれんの、マジか。あ、吉野もおめでとう、いいね。月間 MVP 投手はいっぱい取れますね。じゃあちょっとシーズン終了でまでちょっと飛ばしてみますか。ここまでか。よし。本当にこう、どこがどうなんでしょうね。そうそう、続きますね。あ、セーブ頑張って、セーブ頑張って、セーブ頑張って。あ、ダメだ、楽天だわ。どうだい？あー、広島と楽天？どうどう？あ、楽天かい？おー、楽天日本一か。いいね。よくはないけど、おめでとうございます。はい。早速オフの方、じゃあ進めていきますか。記録室見ていきましょう。結局最終的な順位表が、62勝66敗の、15引き分け、4割8分4厘で、首位と 8.5 ゲーム差、4位という形でございました。まあ、20年から見ていきますと、20年が、6位、21年も6位で、最終年だけ4位という形でね、まあ、成長できてはいるんですね。勝利数もね、こう多くなってますので、そこは良かったのかなと思いますね。はい。で、続いてが、交流戦はいっか。対戦表、今年の対戦表見てみますか。じゃあ今年はですね、まあ勝ち越した球団が楽天、西武、ソフトバンクですね。ソフトバンクに勝ち越しをずっと目標にやってましたのでね、それは嬉しいですね、やっぱね、素直に。どうしよっか。試合種別はこれでいっか。投手成績見ていきましょう。チーム防御率 1.59、 素晴らしい。3年間で一番いいんじゃないか、 1.59 って。すごいよね。なんでこんなになるんだろうね。わからないな。野手1割9分4厘、まあね、ここ2年がですね、1割8分台だったので、7分8分台だったのでね、まあちょっと成長したのかなっていうのは感じますね。盗塁81もね、まあ、そんな少なくないと思うのでね、まあいいんじゃないかなって。まあ、2割は乗らなかったけど、まあまあまあちょっと成長できたのかなっていうのは考えてます。どうしよう、月間 MVP でも見ますか。月間 MVP こんな感じです。まあそうだね、由伸、田島くん、山岡さんか。野手はほとんど楽天なんだね。やっぱ日本一になるだけありますね。まあうちの投手陣は相変わらず強いなと考えております。じゃあちょっと投手の防御率だけざっと見ていきます。投手だけちょっと見てもね、面白いと思うんだけど、0点台が3人、バラも2点台。かわいそうだよバラね。ね、で鈴木優くんが0点台ね、本田下美くん2点台前半とかね、非常にこういい感じでございますが、ね、13勝が山吉野村の 最高で、12勝は ついでの12勝山岡さんで、田島さんが8勝でしたね。チームトップセーブは一応ウルシャラ君なんですけども、まあ基本的にほら、サリュー君がですね、いますね、 7.84 ですね。13試合も投げてたんだね。こんな感じで、やっぱ3年目は本当に抑えが固定できませんでしたね。で、ホールド、近藤さん、役、この2人が頑張ってくれましたね。登板数50投げた選手はいませんね。まあそんな感じですね。野手はいいでしょう。野手はまあ見てもしょうがないんで。さあ、年間表彰式、じゃあ行きますか。これまあタイトルなんかをね、確認していきましょう。ファンカンね、一応開いておきますか。まあ MVP とかの成績もちょっと見てみたいしね。さあ行こう。これ吉野も沢村賞いけるんじゃないかな。ベストナイン、あ、山子さんおめでとうございます。
あ、まさかやったね。その、ゴールデングラブ。おお、山子さんいいね。山子さんのとこにね。おい、すごいね、みんなね。さあ、あ、個人タイトル有原さんなの、沢村賞。なるほどね。フラッシュさん MVP。 お、村上くん三冠王だぜ。すごいね、さすがだね村上くんね。へえ、まあ最終防御率田島さんでしたね。なるほど。ああ、最終なことで高梨さん、高梨雄平さんがまだこっちにいるんですよね、楽天に。そんな感じでございます。おめでとうございますということでね。ファンの人数かなり増えましたと。ああ、お疲れ。終了しましょう。エンディングだけジャスト見ていきますか。山岡 0.85 12勝っていうね。山本由伸 0.81 13勝。田島大輝 0.79 8勝。吉田正が2割6分9に26分65打点。佐野2割7分3厘2ホーマー14打点29盗塁。西川2割1分4厘3ホーマー10打点。外2割8分1厘13ホーマー31打点。西浦2割4厘1ホーマー12打点。義母2割4分4厘 13, 本、13打点と。まあ、外さんでしょうね。期待外れナンバーワンは外さんでしょうね。これはひどいね。1割8分1厘の13本になるとは思わなかったよ。まあそんな感じでございました。では、今度はね、私から全試合、監督プレイで進めてるっていう証拠をね、少しこう見せたいと思いますね。ちょっとこのね、実はこの選球フォープレイングっていうところが長いんですけどね。オリックスペナント、オリックスペナントじゃない、ペナントのスピットエンディングはね、ここは結構長くてですね。あ、これ飛ばせましたね。ペナントプレイ年数3年、日本一ゼロ、クライマックスゼロ、リーグ優勝ゼロ、ファン最高記録がこの人数、1、10、100、10、10万、10万、46万、1330人、所持金の最高記録が、52万7895ポイントですね。ドラフトの当たり確率は0、トレード回数3回、ドラフト選手の獲得回数3回、自由契約選手6人、外国人選手0、ペナントプレイ時間64時間58分、ペナントセーブ回数135回と。チーム防御率 0.1、防御率 3.1 か、最優秀防御率。いいですね。まあそんな感じの、記録でございましたと。プレイ記録の方じゃ見ていきますかい。本当に飛ばしないっていうのをね、ちょっとね、見せたいんですけどね。あ、これですね。監督時代が429回と。スキップ20回。このスキップ21回っていうのは、オールスター。国際試合っていうのは全部飛ばしてます。はい。そうだね。だから、429なので、まあ、今回 CS 出てないので、単純にこう143をね、3回、そうですね、やってもらえれば、おそらく429回になるのかなっていうのは、なりますね。なりますね。だから、本当に飛ばしてないってことですね。小物打撃はパワフルと、全部やってます。オリジナル選手途中参加人と、これ、ジェネットですね。このコムチームの補強志向設定っていうのはこれ変更してるってなってるんですけど、別にこれあれですよ、自由契約選手の設定を最初のその年齢とかの設定から、成績次第にしてるだけなんで、その悪いことは別にしてないです。そんな感じの、状況でペナントやっておりました。じゃあ最後にですね、三冠王の村上くんの成績だけ見てちょっとね、終わりましょう。全然オリックス関係ないけどね。3割3分3厘47ホーマー115打点。すごいね、村上くんね。どんくらい下がったんだい、他の球団、他の人たちと比べて。あー、まず首位打者はほぼ圧倒的ですね。まあ試合数が少ないけどもね。まあ聖夜が143出てるのもね、おーっと、もっちゃ101試合結構少なかったですね。怪我そんなするイメージなかったんだけどな。ホームランも、あ、ホームランでもてっちゃんと2本差なんだ。ねえ、これすごいね。ヤクルト強いね、じゃあね。115打点は圧倒的。なるほど。すごいね、村上くん。さすがです。はい、ということでね、こんな感じ、今回はこんな感じでね、オリックスペナントの方はね、終わりという形でね、今回は。締めていこうと思います。パワープロの次の企画はですね、まあその年末の最後の動画を見ていただければわかるかなという形で、今回この後私はですね、まあほとんどもう活発入れずにすぐ、次の企画ね、撮影していこうと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローなどによろしくお願いします。それでバイバイ。